工作艦、赤石艦型、図明石は、日本海軍唯一の心臓工作艦。艦名は、兵庫県赤石市の名所、赤石の裏にちなみ、明治中期の防護巡洋艦赤石に続いて二代目、アメリカ海軍の工作艦、メデューサナミの修理能力を持つ特務艦として建造された。館内神社は、柿の元の神社及び、赤石神社1924年に、 小戦改造の工作艦関東が沈没して以降、長らく新型工作艦建造が熱望されていたが、予算難からなかなか実現しなかった。当時の日本海軍が運用する最大の工作艦は、日露戦争で活躍した四季島型戦艦朝日を改装したものであった。このような状況下、昭和6年度に1万トン型一石整備の構想が提出され、 新型工作艦の建造は1934年の丸二計画でようやく承認された。日本海軍では本格的な工作艦の建造経験がなかったので、アメリカ海軍やイギリス海軍の工作艦などに関する発表論文等を詳細に調べ、設計に際しての参考としたという。1934年頃の将棋での当初の要求は、 基準排水量約1万トン、速力18ノット、12.7センチメートル、広角砲4門、対空機準4丁以上、高速力14ノットで8000回りであった。工作能力は、米工作艦、メデューサ程度、補給なしで3ヶ月間活動可能を目途とし、1936年4月に艦型が決定した。艦種として建造されたため、 艦内に17ある工場には海軍工場にすら配備していないドイツ製工作機械など最新の114台が設置されていた。そのため修理能力は非常に優れ、連合艦隊の平時年間修理量35万、工数の約40%を処理できる計算であり、文字通り移動する海軍工場であった。小倉竜明技術隊は あらゆる修理工事が可能だったと改装している。船体は平ら乾板型として、艦内の工場面積を稼ぐとともに、上甲板に構造物をなるべく置かず、露天作業場の面積を確保した。上甲板に設置された作業用の電動デリックは、全部マストに10トン1台、環境工壁の量源に5トン1台ずつ、後部マストに上げて栄養を兼ねて10トン1台。 中央部原に23トンに1台の計5台を配置した。また、館内の工場にも第一機械工場に3トン、天井クレーン、第一鋳造工場に5トン天井クレーン、単ヤ及び板金工場に3トンジブクレーンが、それぞれ1台設置された。煙突は2本あり、後部は手機である、ディーゼル機関の排気用の消音器2本と補助管、煙突1本を1つにまとめたもの。 全部は、艦内各工場からの廃棄用だった。自衛用の武装として、艦守備艦板に12.7センチメートル連装工格砲、各一機計4門を装備、その他に、艦橋直後のシェルター看板上に25ミリメートル連装機銃を左右一機ずつ装備した。赤市には、艦自体の乗員のほか、工作に従事する工作部員も上艦していた。 1936年10月22日、赤市、駆逐艦朝雲、も、三雲の三隻にそれぞれ艦名が与えられた。1937年1月18日に、佐世保交渉にて、寄港。1938年6月29日、浸水。1939年7月31日、春光。クレチンジュフ石、連合艦隊付属となった。 1940年10月11日、紀元2600年特別艦艦式に参加している。その際、クレイの木とで官名の由来となった兵庫県赤市市に停泊しており、当時の赤市市長であった青木ライザブローラの表敬を受けている。太平洋戦争の海戦と同時に南方に進出すると、工作艦朝日等と官邸修理任務に従事する。 当時の日本海軍が保有していた工作艦は、赤市、朝日及び特設工作艦松江丸、山彦丸の4隻で、後に特設工作艦、浦山丸、八海丸、山荘丸、白砂が収益した。パラオ諸島、フィリピンのダバオ、スラウェシ島のスターリング湾、モルッカ諸島のアンボンなど、南洋の各地を駆け回り多くの艦を修理した。だが、 朝日は1942年5月26日に、米戦水艦サーモンの雷撃で沈没した。6月上旬のミッドウェー海戦では、近藤信武中将指揮下の攻略部隊に所属していた。同海戦での大敗後、赤氏はトラック白地において大破した従順斎上に仮艦首を装着する修理を行う。8月5日、斎場、赤氏は、 第16駆逐隊に護衛されて内地へ、帰島、8月11日に、クレへ到着した。8月18日、赤市は、文後水道を通過、日本本土を離れ8月23日にトラック島へ到着する。進出直後の8月28日には、第2次ソロモン海戦で、中破した、軽巡人数の修理を行った。以後、同白地を拠点にして、修理。 工作に従事する。戦艦山と空母高、従順青葉、軽巡や鹿野、駆逐艦春雨、秋月等々、あらゆる艦種艦艇の修理に従事した。加えて、第四工作部は3000トンの浮きドックを所有しており、小型艦の修理に役立った。これらの整備、補修能力の高さから、赤氏はアメリカ海軍から、 最重要攻撃目標としてマークされるほどであった。9月9日朝、駆逐艦秋風がトラック白地に接近する空母運用を米潜水艦と誤認して対戦警報を発令。戦艦山と練習巡洋艦、カトリーカトラック在白艦艇が一斉に停泊地を変更する騒動が起きる。この時点で、赤市はすでに3隻の損傷艦を横抱きにして、 修理していたという。1944年2月17日、赤氏は、米機動部隊のトラック島空襲に遭遇した。空襲を受け爆弾一発が命中したが、不発弾のため損傷は軽微であった。ただし、同空襲で、駆逐艦追い風が撃沈された際、追い風に収容中の本艦乗員数十名が、戦死している。その後、赤氏と標的艦のハガチは、 駆逐艦秋風、藤並に護衛され19日から20日トラックを出港、21日にはトラックから脱出していた第27駆逐隊春雨が合流した、明石船団は24日、パラオ諸島へ到着した。同地で、第3水雷船隊の駆逐艦夕月、水月や、トラック島空襲で損傷した2 7るのしぐれ、さらに空襲以前にトラックから退避していた。 連合艦隊の戦艦、従順洋艦、水雷戦隊部隊と合流した。1944年3月30日、アメリカ軍の第58任務部隊はパラオ大空襲を観光した。連合艦隊の主力は事前に退避しており、白地に取り残されていた赤シいカ多数の補助艦艇や、挑戦は次々に撃沈されていった。マラカル島とウルクターブル諸島の間に被迫する。 赤市の周囲には、あたけ丸、小栄丸、きマ、丸、第三玉、ショ丸、昭和丸といった特設総海底や苦戦艇が停泊していた。当時乗組の造船艦の記憶によると、朝からの空襲により、昼頃に降格砲が故障、その間に500ポンド爆弾と思われる一発が命中して火災が発生、その後も次々と爆弾が命中したという。 被弾した赤石は夕刻になると激しく炎上し、闇夜に浮かび上がっていた。周囲の総海艇が赤石に接原して、消火に協力するが、重油タンクにも因果、消火の見込みがなくなる。ここに至って、赤石は放棄され、ご親鋭や生存者は周囲の小型艇に収容された。赤石の喪失は南方における日本海軍の艦艇修理の用が失われたことを意味した。 海軍は特設測量艦白砂を改造し、5月1日付で特設工作艦とする。白砂はシンガポールに配備されたが、その能力は赤シに劣った。このため南方で損傷した艦の修理に際しては、設備の整った内地への帰還を余儀なくされる。同年5月10日、赤シは帝国特務艦籍より除籍された。1954年、大破着艇した。 赤市の解体処分が完了した。森良造大佐、1938年12月15日から1939年6月15日。森良造大佐、1939年6月15日から1939年11月1日。宮里秀則大佐、1939年11月1日から1940年7月15日。 伊藤義和大佐。1940年7月15日から1941年9月25日。福沢恒吉大佐。1941年9月25日から1942年9月12日。江口松郎大佐。1942年9月12日から1943年10月21日。亀山峰五郎大佐。 1943年10月21日から1944年4月15日、太平洋戦争中に、改め丸る計画にて三原らと取が計画され、三菱重工業横浜造船所での建造を予定していたが、選挙区の悪化により建造中止になった。ありがとうございます。